期待の新生、泉谷聖奈、目黒連の娘役で月9出演今田美桜の幼少期を演じ話題に海の始まり。モデルプレス2024-05-08、子役の泉谷聖奈が、スノーマンの目黒連が主演を務める7月スタートの富士テレビ系月9ドラマ、海の始まり、毎週月曜夜9時から、に出演が決定。目黒の娘を演じることが明らかとなった。 メグロレン主演、海の始まり本作は、社会現象とも呼ばれた、サイレント2022年10月期、同局系の脚本性片み区、演出、風間博木、プロデュース村世間が再び集結し、親子の愛、をテーマに届ける完全オリジナル作品。期待の新生泉谷聖奈、メグロレンの娘役に抜擢この物語において大きな存在感を持ち、 タイトルにもある海の名を持つ女の子を演じるのは期待の新聖泉や大好きだったママを突然失い、そのママが大好きだった人と出会うことになった6歳の女の子会海は夏と水気との間に生まれるも、父親の存在を知らないまま育ってきた。